はい、ちょっと情報量これ多すぎの感じがあるけど、これねちょっとまあ発電機動かしたり台風19号の絡みでそっちのレビューやりつつなんだけど、一応デルアンバサダーでニューエイリアンウェア M17 っていうノートパソコン、これちょっとこれをレビュー中っていうのもあって、でここの感じをまああえての台風で停電だからっていうところなんだけど、停電時とかねこういう災害時はね、まあ当たり前だけどゲーミング PC だからってのはまあ無理だねこれは。バッテリー自体がそもそもフル充電でもどんぐらいだろう、いいとこ3時間ぐらいしか持たないんじゃないかな、わかんないけどもっと持つのかな。まあ、何してもね電源外しちゃったらねもう速攻どんどん減ってっちゃって、一応 Windows のダークモードにしたりとか、あとはなんだっけな、まあ、画面のディスプレイの明るさを暗くしたりだとかそんなのもやったんだけど、まああれだね、まあ、全然持たないね。はい、とあとはちょっとねこれ、まあ、今プレミアラッシュ使ってるんだけど Adobe の、まあ、その処理能力とかは速度とかは、まあ、普通に速いよね。特別めちゃくちゃ速いっていう印象もないんだけど、まあ、だからこれも停電中に関しても動画アップしてるやつは縦型のやつとかはスマホからラッシュ使ってとかラッシュも使わずにアップしてるものもあるけど、横画面今みたいな感じのものに関してはだいたいパソコンからニューエイリアンウェア M17 を使いつつ発電機使ったりポータブル電源使ったりとかしながらで使ってる感じなんで、まあ何の参考になるかは分かんないけど、まあ一応こういう状況でも使ってる。まあ、逆に言うとバッテリーはすぐなくなるけど、まあ、その処理能力とか高いから、まあ、さっさと作業が済むって意味合いではある種効率的なのかも、まあ、災害時に向いてるとはどう考えても思えないけどでかいし、はい、けどまあこの環境で今やってるんで、はい、なのでこのニューエイリアンウェアの方も M17 の方もアップしようと思ってなかなかアップできてないけど停電になっちゃったのもあるし、まあ、これもアップする予定なんで、はい、よかったら、まあ、関連動画まあ後々関連動画見てまたもしかしたら出るかもしれないし、もしその時動画アップしてれば最終画面とかにリンク貼る感じがするんで、はい、ということでちょっと停電の方のやつを現状はアップしつつ他のものも進められたらなと思うんで、はい、また近いうち、まあ、何かしらアップすると思うんでよかったらまた見てください。さようなら。